はい、こんにちは、こんばんは、レイです。前回のね動画でも、お教えしました通り、4ヶ月ぶりに婚活パーティーへ行ってきまして、また一発目、彼女と別れてから一発目で、見事カップリング、にはなりました。状況説明はね、まだしてませんでしたので、このような形で男女8対8、ぴったりの数でね、コロナウイルスとか、いろいろね今問題になってますんで、都内の方だとパーティー開催しなかったところもあったり したそうです。あと人が来ないとかね、田舎の地域だったので、8対8ということで無事にパーティーの方は、終わりました。で、男がね4500円で、女の方が0円なく、またねいつもの婚活パーティーあるあるの、男だけが金を取られるという、なんかね、キチガイ設定の値段になってますけれども、そしてこの8対8でカップリングが2組です。多いんだか少ないんだかよくわかりませんけれども、で参加資格は30代から40代の独身男女と、再婚のねバツイチの方もあるよというところになりますので、こうやってね男と女で、横並びで座ります。そして、順々に男が移動していくということで、一周は3分から5分5分ないぐらいかな、でそれをね、短めのまた2分ぐらいのを一周やると、だから2周、ね、計2周で、間に中間、なんか第一印象のインプレッションっていうのがあります。こうやってねプロフィールカードちゃんとね言ってきましたよ。これ作り物じゃありませんので、プロフィールカードに、自分の番号ね、これね番号書いてあって、で第一印象カード8人の中で1人ですよね、1人、もらいまして、そしてカップリングじゃなったのかというところで、ちゃんとね、じゃん、はい、証拠です、カップリング成立した人しかもらえないカード、になってます。自分の番号ね、男性の番号と、相手の女性の番号書いてますんで、これ本物です。ですんで、架空の、なんていうんですか、婚活パーティー行ったとかって嘘を言っている動画とは、違いますんで、全くのこれは真実の動画になります。そして、どんな女性と、カップリングになったのかというと、バツイチで子供がいないのかな、一人暮らしで、年齢は前の彼女と、一緒、ピーピー言っちゃったね、これね、ピーピー言っちゃったよ、また、これ、夜中の12時になるようになってますんで、これ、解除がね、今、いまいち仕方がよく分かんないというか、そのままにしてあるんだけど、前の彼女と同じ年齢、全く同じ学年という形で、見た目とか若さは、全然、今日会った人の方が若いし、まだね、どっちが美人って言ったら全然今日の方の方が美人っていうところがありますんで、どちらかというともう年代的に、昔のなんていうの、昭和のヤンキーみたいなレディースの なんか一員みたいな、感じの女性ですけども、そういう姿が似合いそうな、セーラー服でミニスカートというよりも昔のね、もうレトロな、不良の女子みたいな、ロングスカートみたいなのが似合ったりするようなタイプ、まさにでも時代的に、ちょうどねミニスカートが出てくる頃だったので、制服もね、もしかしたら多分長いスカートで彼女も歩いてたんじゃねえかなと、出身がねちょっと関東の、北寄りの方になりますんで、そういうね、千葉らぎ系の、ノリの方っていうか、多分そっちじゃねえかなっていうね、そういう感じの人でしたね。ただね、すごい明るくて気さくで、やっぱり一回結婚してるっていうだけあって、ゆとりがあるっていうね、余裕っていうか、で、あと、ちゃんと喋りもうまいし、相手に気を使うっていう点では、なかなかね、見た目と違って、結構ね、気を使っているタイプというと、あと頭を使っているタイプ、意外とその
なんかこうヤンキー系なんで、なんていうかな、ドキュンなのかなみたいなねところも思ったんですけど、全然、そんなこともなく、なんかこう何事もちょっと計算事とかね、貯蓄とかその辺もいろいろ考えてるようで、なんかねこうもなんつうのかな、非正規ではずっと来てるみたいね、渡り歩いてる来てるようですが、やはりねそのね、一般的な婚活女性が求めてる、まあ、男性に求めてるものって言ったら、まあ、年齢も多少やっぱりそれは 若い方がいいということと、その女性が言ったらやっぱ最低年収400万、自分が正社員だった頃、まあ、40ぐらいの時に正社員だった時が400万だったらしいんですよ、女性でね、だからそれよりも少ない人はちょっとないなっていうことで、逆になんでそんな低いのっていう、なんかそういうことは言ってましたね。まあ、いろんなね事情がありますから人間っていうのは、だからまだ婚活の男の相場っていうのをよく分かってねえのかなっていうところもあるんですが、結局そういう、ね、女性の多くがそういう声をねよく耳にしますんで、気にしないとかっていう話もありますけど、それは多分自分にゆとりがあるか若い方になります。年齢がいくほど現実味を帯びた、もう実生活と直結したようなものが条件としてどうしてもぶら下がってくるっていうのがね、重々前の、ね、女性のこともあり、今回といい、いろいろ話を聞いたところ、周りもそういうことを言っているという話はしてました。あと勤続年数、転職バンバンしてるのはダメって言ったんで、俺なんかダメじゃんっていうところで、一応そこはね正直にね話したんだけど、いや今の会社何年目ですかってか4年目って正直に伝えて、その前に職業訓練校行って底辺 の年収の低い社員やってたっていうこともね、もうね言いました。もうねそんな隠してもしょうがないんで、いや向こうもストレートで明けっぴろげな性格なんで、向こうもなんかね職業訓練校通ってたっつってましたんで、ただ そこから再就職したけど、非正規でね就職しちゃって、なんかいじめにあったみたいなこと言って、やっぱりはっきり物事を言う性格と、まあ、芯が多分強いというところがあるんで、人との衝突は、まあ、多少多いのかなっていうところ、ただ自分の意見は必ず主張するというところもありますんで、しかも理由は聞いたら全部まあ、正当性のあるものだったんで、あこの人は単純にわがままとか自分の気分でそういう意見を言ってるんじゃないなと、かなり思慮深く考えて、こういう理由だからこうこうこうでここまで言えるでしょというところも考えて喋ってる方なので、まあなんか渡り歩いてる部分、まあ、自分と近しい感覚っていうのもあったりするんで、なんか別にそこで嫌だとかそういう変な嫌悪感っていうのはありませんでした。そういう生き方をしている方なんだなというところで、まあ、前回のね前の彼女があまり物も言わないし連絡もしてこないしで、もう正反対なんですよ。今回 LINE も早いし、もうガラケーじゃないですからね、LINE とかも交換して今早いし返事も早いしことも早いんですよ。ですぐにこのパーティーでカップリングになって、終わった後にお茶して、でもうね翌日、まあ、これ撮影してる翌日になりますんで、ランチを、まあ、食事をしようということになって、そのランチになったのなぜかといったら、自分が祭日、今ね祭日3連休の最後は祭日で、もう次の日仕事だからその祭日で会うからね、向こうが次の日の仕事を考えたら昼の方がいいんじゃないですかということで、昼にしましょうかというふうに言ってくれたんですね。なかなかそこまでね気を使える方いなくて、あなたが決めろみたいな方も多かったり、まあ、夜がいいとかってね、朝起きるの嫌だからって言ってくるのかなと思ったら全然そんなことがなくて、非常にそういった部分では相手に気を使えるタイプというね、やっぱり一回結婚してるだけあって、相手の男の人のことを考えたりするのは普通にできてる人なんだなと、まあ、一回結婚できるだけあるよねというね、やっぱり売れる理由があるなというところで、であとね、なんで自分の方を選んだかというふうな、なんていうのかな、正直その方はちょっと婚活に対してはお花畑系のものが持ってたんですよ。というのは年下がだいたい付き合ってた過去の恋愛とかも年下が多かったと。で年上っていうのは正直
同じ年よりも上っていうのは興味がなかったようで、で過去にもそんなに付き合ったことがないと、年上はないって言ってましたね。でなんでじゃあ今回自分のが、ね、俺は年上だから、年上選んだのって言ったら、そんなに差がないしというところで、まあね、2年、うん、違うぐらいで、2歳違うだけで、そして来てる中で自分が最年長だったんですね。その参加者のこの男性のね、男性8対8のこの男性8人の中で、一番最年長だったにもかかわらず、その下の方、下の男性たちよりも若そうに見えたと、変なおじさん臭さがないというところで、であとは話しやすいっていうね、これはね、前の彼女もそうだし、いろんな方が話しやすいっていうのはね言ってくれてるんで、あと話が続くという、あとはそのこっちからもちゃんと話してくる、やっぱりね男の人から話してほしいということで、いろいろ話してくれたんで、非常に好感を持てましたということを、言われました。でいろんな多分ね、婚活パーティーは行きまくってる人なんだろうけど、だから多分、過去の、男の人も、まあいたのかなっていうところで、なんかね27の男とね付き合ってたって言ったね、10もう何歳下だって、20個ぐらい下になるの、じゃあまあだからそういう男性もOK ってなるぐらい、本当にね見た目はね若い感じで、ちょっとヤンキーチックな感じなんですけども、なんだろう、例えるのは誰なのっていうね、本当に特攻服似合いそうな感じの女性で、なんか女子プロレスラーのアンドラス宮城を普通のメイクをさしたような感じね。そんなイメージ、そんなイメージだ。アンちゃんってね、アンドラスってアンちゃんって呼ばれてたんで、まあ彼女のネーミングはアンちゃんになるかもしれません。カタカナでアンで、アンちゃんで、アンドラスの略で、このねまたアンちゃんと、どうなるかなというところで、うまくいくのかなってよくわかんないけど、まずね話してみないことにはよくわからないんで、まあ別れた理由とかっていうのも別に聞きはしませんけども、多分向こうから言ってくると思います。結構あけっぴ、本当にあけっぴろげな性格で、もう嘘つくのができないって言ってました。だから本当に素のまんまで来るんで、でなんか彼女いなかったのみたいな話になって、いやちょっと1年前に別れましたって、1年前にしてたから1日前はやばいからね、さすがにね、1年前別れたんだって話をして、まあバレンタイン的にねちょっとそういうのがあってみたいな話をして、で理由もね言ってくれなくて、結局つってね、何も分からずじまいで、離れちゃって、どれぐらい付き合ってたのって言うから、うん半年ぐらいかなって話をしてて、半年も付き合ってそういう理由も言わないんだみたいな、まあ本当は2ヶ月だけども、まあそうだよねと、本当は聞きたかったんだけどねって言ったら、やっぱりそれはでも非常識だよってみたいな形で、なんかね自分の身近なことのように怒ってました。ちゃんと感情の起伏がある人で、表情豊かなんで、本当に前回の方と違うっていうね、無表情だったし、なんか嬉しいんだから楽しいんだから、ね、悲しいんだからよく分かんない人だったんですけど、この方は本当に非常にね、多分ね性格も強いんで、気性も激しいのかなっていうところもあるんで、喜怒哀楽がはっきりしているというので、なんか久しぶりに人間らしい、女性に出会ったかなみたいなところがありますので、またこれもね、この方もね、いない、過去にね実際自分が付き合ったことないタイプだったんで、非常に面白いなっていうところで、まだお知り合いの段階だからね、まだ誤解、してもらっては困るんですけど、お知り合いの段階なので、まあ、この人が本当にねちゃんと一人暮らしで、どういう生活をしてて、どういうね仕事をしてきたのかとか、いろいろねこれから話してね打ち解けて、いけたらいいなというふうには思ってます。まあそんな形でね、明日もうねこの動画を配信してる頃には食事行っちゃってますけども、ランチをしてきて、また、どうするか、継続するのかやめるのかというところもね、これからまた、報告していきたいと思います。このぐらいにしておきます。あんまり、詳しくねまだ喋れる状況ではないですし、ね、そういうまだ知り合いの方なんで、まあ、実際にねちゃんと、
婚活パーティー行きましたよと、でカップリングになりましたよという証拠の、動画でございました、いつも本当にね、皆さんご視聴ありがとうございます、これからも応援よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。